ジョンセオフィラス・ディーサゲー・アライヤーズ・ジョン・デ・サグリエ、または、ジャン・デ・サグリエは、フランス生まれのイギリスの科学者である。フリーメイソンの有力なメンバーの一人である。表記は、デ・ザグリエ、デ・サグリアス、デ・ザグリアスなどもある。ユグノー教徒の子息として、フランスのラ・ロシェルに生まれ、11歳の時なんとの直霊の廃止により、家族と共に、イギリスに逃れた。 オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジで進学、古典を学び1710年にタスクサイとなった。同時に自然科学を学んだ。1712年にロンドンに出てアイザック・ニュートンや他の王立協会のメンバーの地域を得て1714年王立協会のフェローになった。スティーブン・グレイに次いで同体と不同体の差異を認識した最も初期の人物である。 その概念を表す用語、エレクトリックスとナニレクトリックスを作り出したのは彼である。ただし前者が不動体、後者が動体を意味する。摩擦した際に帯電するかどうかに着目しての名称だからである。ニュートンの理論を広める栄光ソースオブエクスペリメンタルフィロソフィーを出版し、1734年、1736年、1741年の3回にわたって、 王立協会からコプリメダルを受けた。発明家としても活躍し、トーマス製バリの蒸気機関の解析と改良を行い、ボイラの安全弁負か蒸気による暖房機レシーバ容器内への冷水直接噴射を発明した。ありがとうございます。